1分でわかる千代の富士の障害。千代の富士は、日本の元大相撲力士です。鋼の肉体を生かした相撲で輝かしい実績を残した、昭和の大横綱の一人です。北海道に生まれます。東京の元横綱千代の山のスカウトにより入門。100キロに満たない体格でしたが負けん気が強く、ウルフと呼ばれます。肩の脱臼に苦しみます。尊敬する貴乃花の勧めで禁煙。体重が増加し失せします。横綱昇進、北の海らと熱戦を繰り広げます。締め込みを変えより強さを発揮。遅咲きの横綱でした。53連勝、昭和最後の取り組みで大野国に敗れ連勝ストップ。国民栄誉賞受賞、初の通算1000勝。高花田に敗れ、現役引退。九重親方として千代大海らを育てます。腎臓癌により死去。千代の富士の取り組みは、今も多くのファンの心に残っています。